ゲボーの時間です。テールロックだよ、テールロック。動画見てるとみんないとも簡単にやってるんだよ、テールロック。暑いわ。結局毎度毎度ランプをするとドロップインができるのかな、インターフェイキー一発目でできるのかな、そのレベルから始まります。なわけで本日一発目のドロップインからのインターフェイキで、見つけた動画の一つあって、テール足残して前足外してそっちに逃げるみたいな練習の仕方してた人いたんですよね。それやってみよう。約1時間ほどやりました。やっぱりなんか全く分かりません。連続でこれ来て練習してないと分かりません。で、現在の時刻16時55分。なんで平日の前の17時にメガサブさんこんなところにいるんですか。不思議ですね。それは置いといて、あと5分したら皆様お仕事終わってこの周辺恐ろしい交通量になると思うので、あと5分だけちょっと気合い入れて頑張ります。何かつかみたい。
交通量増えてきたので終わりますが、最後の最後で今まで起きたことない現象が起きましたね。一歩前進ということにしておきましょう。さて、メガサブさん、これから暑いのでプール行って泳いでくんだ。ピコン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。